始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバ工場のアンドゥです。今回も目指せスプラスへの道やっていきたいと思います。それでは最初のコース、どうぞ。来ました、ザ・トラップ。うわ、もう藁しかないですよみたいな、多分そういうことを表してるコースな気がする。うわうわ、絶対これ隠しばっかりなんです、あそこで。これでなかったらもうみんなに先頭譲ることになるけど、まあいいでしょうということで。はい、隠しバックはない。落ち着け私、魂だ。来ました、お、鬼滅の刃、禰豆子が鬼になってから最終選別の鬼を倒すまで。すごっ、そんな再現してんの。うわ、すごい、なんか書いてある、禰豆子だ。皆さん、なんか最近あれですよね、テレビでもうすぐ映画が、金曜ロードショーか何かで、あ、なるほどね、あ、鬼だ。禰豆子待ってろ、今俺が助けてやるからな、禰豆子。オッケー、ここにいればあいつにキノコを取らせることはなく戦い続けることができると、そういうことですね。そう、話を戻すんですけど、禰豆子が、禰豆子じゃねえや、映画のあれがもうすぐ始まるっていうか、金曜ロードショーかなんかで発表されるらしいんで、なんかそれを記念してなんか3夜連続生放送みたいなのがあるらしいですよね。それ見ました皆さん。なんか俺も見ようと思ってたんですけど、いた、俺も見ようと思ってたんですけど、その見れなくて、見れなくてっていうか、なんて言うんですか、ちょっと待ってくださいね、見れなくてっていうか、録画をミスっちゃって、時間がね思ったより違ったんですよ。うわ、てか長いところコース。そうで、なんかーっていう嘆きをしました。待って、気づいちゃった、気づいちゃった、わーい、わーいから、やべ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 、よっしゃ、お手をずるずるずる、さすがいってばよ、オッケー、熱い。じゃあな、お前と俺とは才能の差が違う、倒して。あー、ここもあれじゃん、リンクがあれば、あ、なるほどね、リンクゲット、リンクゲット、熱い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 、バレブリーブーブリートブリート、いきますよ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 、集中して、ここ抜けた、熱い、見てたぜ、この鍵の、やばい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 、バカめ、なんでだよ、なんでそんなにいけないんだよ、待て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 、まだいける、まだいける、まだいける、いけ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 、きたー、トゥル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 、ちょっと落ち着いて、危ない、オッケー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 、なんとか、あのパワーブロックマジック、ありがとう。じゃあ次のコース、レッツスタディ。来ました、クレイジー。うわ、頭おかしいぜってことなのかな。いや、クレイジーってどういう意味で使うんだろう。わお、クレイジー、うわ、なるほどね、単体勝負、先行優先、もらったってばよ、俺が勝つ。どうもありがとうございました、じゃあ次のコースへ、いってらっしゃい。来ました、ザ・ユネクスプロレルドケーブ、コインを300枚以上取ってからゴール。なるほどね、行きましょう、コインを300枚ってことは、いや、これどうしようかな、うわー、先にゴール地点まで行った方がいいのか、それとも進んでいくべきなのか、でも全てじゃないっていうことなんで、まあ、これ下から、まあのんびりと進んでいくことも大事かなと。とにかくルイージについていく、ありがとう、ルイージとキノピオについてって、なるべく差を開かれないようにしながら、なんていうんですか、こう、いいとこ取りを狙っていくスタイルでやっていきたいと思います。じゃ、ちょっとまたなんかあるまでカットしますか。皆さん、どうやらこの先にゴールがありそうですね。いや、これ俺ここで待つわ。ここで待っておいて、この段差で進みにくくなってるところをチョンってもらってゴールする。我ながら完璧。向かうとこ敵なし、四角な。かじるよ。さあ、皆さん。あれから時は流れ、残り151秒。ようやく鍵を持ってくれる人が現れました。さあ、ここからが俺の勝負どこ。さあ、来いよ。この俺の、鉄壁ブロックを突破できる奴はそうそういないぜと。さあ、来いルイージ。俺とお前、どっちが強いのか。決着をつけよう。あーっと、キノピオ選手のヘディングブロックだこれでは両者見る気取れません。さあ、さっきより短かったが、しかし、ルイージ、ルイージキャビココンビ、ちっちゃいが心は大人、そうこの二人を突破できるからさあ、待ち構えております、二人とも。いつでもその鍵を奪っているぞ。あ、ルイージ選手仕掛けた。しかし、キノピオ選手はでかい分、頭を踏むことはできません。さあ、どうする、均衡状態が続く中、この結末やいかに。さあ
だ早い。今だ不明いける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 もうあったおいずる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 うぃーうぃーあーまずい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 うぇもらったもらったいややらせない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 押してみんな俺をやばい300個集められるあーやばい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 ただスピードなら負けないまだゴールまであれ頼む奪え奪えあー間違えてしまったどうしよういや落ち着いてこれは加速して前に入れオッケー来たさあゴールはどこださあ行かせないぜさあ下だゴールは下ださあ行かせないぜさあ条件をもらおうか条件をよこせって言ってんだよ来たくそいやでもいいでもいいここは先にここに入っておくこれはシールドゾーンに入っておいてさあだよし。いや、だがどうするここから先どう突破するこいつらの壁を突破する考えろ。手段を考えろ。手段を考えろ、俺。いや、無理だな。どうするどうするここは、ルイージが疲れて降りた瞬間、今だああキラピア止めろ絶対の来ました。グラスランドグローブ。うわなんだろう、グラスランドグローブって。は平原コースならいけるな。来た熱いもらったこの平原だけは誰にも突破できない親父さんとの約束なんだしゃがみジャンプからのクルリン入れならなかったけど、そんな日もあってもいいよねってことで、慌てない見ましたか大胆不敵かつ上品な立ち回りありがとう圧倒的1圧倒的1圧倒的あ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。めっちゃ勝てたな。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクも待ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。